慶応3年、今から150年前、神戸に港が開かれました。以来神戸は西洋に対する窓口として、洋風生活文化を先取りするファッション都市へと発展してきました。そこから神戸ならではのモダンでハイセンスな地場産業が生まれたのです。全国に名だたる神戸のケミカルシューズ、多種多様なデザインとスピーディーな生産で流行の最先端を走り続けてきました。神戸ケミカルシューズの歴史はゴム工業に端を発します。明治末期、現在の住友ゴム工業が神戸に工場を設立。それまで神戸の地場産業といえばマッチでした。しかし経営者たちはゴム工業に新時代の産業を見ました。硫黄を使うマッチ工場は火災に強く、防火設備も整備されていたため、容易に転業することができたのです。やがて兵庫県はゴム生産高で全国トップに成長、ゴム靴を製造する会社も起こりました。昭和12年、日華事変勃発。以後統制経済の時代に入り、190社あった兵庫県のゴム工場は74社になりました。昭和20年、太平洋戦争終結。戦後の物資不足の中、ゴムに代わる手に入りやすい素材が求められました。やがて塩化ビニール、続いて合成皮革が登場。ケミカルシューズという時代を反映する画期的な名称の誕生で、爆発的な人気を博していきます。以来時代の流行を敏感に感じ取り、いち早く商品に反映させる俊敏さで発展を続けました。1995年、阪神・淡路大震災発生。ケミカルシューズ業界も甚大な被害を受けました。さらに中国・韓国などからの低価格な商品の流入。今も茨の道は続きます。しかし受け継がれてきたチャレンジ精神は健在です。靴作りにはさまざまな工程があります。それぞれ独立した専門の下請け業者が分業でメーカーを支えます。靴型を作るのはラスト屋さん。大量生産に欠かせないラスト、土を使って鋳型を作ります。アルミラストの鋳造。作業場は夏は40度を軽く超えます。抜き型屋さん。抜き型も大量生産になくてはならないものです。
抜き型を使って靴底を裁断するのは底屋さんです。こちらはアッパー専門の裁断屋さん。織り込み縫製工場、アッパー部分を縫い合わせたり貼り合わせたりします。昔から内職も含め近所の女性たちの仕事でした。中底屋さん、シャンクを取り付け中底を強化します。ヒール巻き底付け加工、機械ではできない人手を要する工程です。こうして分業で作られたすべてのパーツがメーカーに集められます。吊り込み作業、ここから先は張り子さんと呼ばれる熟練の女性職人が担当します。手作業で靴を完成させる最終工程です。多くの人たちが関わるケミカルシューズの製造、地域の力が不可欠な、まさに地場産業なのです。おしゃれな神戸の足元を彩るケミカルシューズ、神戸の魂も伝えます。